春、島根半島、島根町の海岸線沿いでは美しい桜が咲き誇る。海のブルーと桜の淡いピンクが鮮やかなコントラストを描く。雲南市では2つの名所で桜が咲き競う。三刀屋川の河畔ではおよそ1000本の桜が咲く。水面に映る桜もまた美しい。木槻日川堤防沿いではおよそ800本の桜が美しいトンネルを形作る。日本桜名所100選にも選ばれた名所だ。さまざまな貴重な植物が自生する生きた自然の博物館、赤名湿地。春の訪れは新たな息吹をもたらす。三瓶山に訪れた春、西の原から望む三瓶山と桜が織りなす景色を穏やかで優しい。控えめで可憐なオキナグサも三瓶の春を代表する花だ。秩父村の赤ハゲ山、3月から5月、斜面には薄紫の可愛らしい野大根の花が広がっていく。美しい姿を見せるオキシャクナゲ。オキ固有の植物でとても貴重だ。5月、島根半島の東の端、美保関。小高い丘の上では色鮮やかなツツジの花が楽しめる。
新緑の季節、心地よい高原の風が優しく木々の葉を揺らす。5月下旬、姫野ヶ池では柿つばたの深い紫色の花が水面に映える。6月、古代ハスが花を開く。およそ3000年前の種が時空を超え今によみがえる。